んにちは、水村里奈です。今日はですね、私が大好きなヘルシーで美味しい簡単なおやつをご紹介したいと思います。それがオートミールクッキーです。このオートミールクッキーはとにかくね、簡単にできるのにもかかわらず甘くて、そして腹持ちが良くて、すごくおすすめなものです。なんと今回のこのオートミールクッキーは卵、小麦粉、バター、牛乳、砂糖を使ってないです。なのでとてもヘルシーでね、体にもいいおやつになっているので、皆さんぜひぜひ作ってみてください。それでは早速いきたいと思います。はい、ということで早速作っていきたいと思うんですけど、今回使うものをご紹介していきたいと思います。今回はですね、オートミールクッキーなのでオーツ麦、オートミールが必要になってきます。オートミールは結構細かくされてるものと、こういうホール状、荒々しくなってるものあるんですけど、私は噛み応えがザクザクした感じが好きなので、このホール状のものを買うようにしてます。後でも紹介するんですけど、このオートミールを粉砕したものと、このね、ホール状のもの2種類を使っていきたいと思うので、後ほどご覧いただきたいと思います。そして甘さ漬けである、今回ねお砂糖とか使わないので、チョコレートがこちら、ダークチョコレートです。明治とかのこう板チョコとかでもいいんですけど、このダークチョコだとかなり裏を見ていただくと分かるんですけど、最初にカカオマスっていうのがね表示できてたりすると、砂糖よりカカオの方が多いよっていう証拠なので、そういったダークチョコの方がおすすめです。そして、ベーキングパウダーとココナッツオイルです。バターの代わりにね、こういうココナッツ、自然由来、植物由来でできているオイルを使います。そしてこれはお塩ですね。お塩とオーツミルク、この子と一緒ですね。オーツ麦からできてるミルクです。あとはアガペーシロップです。これも植物性の甘味料なんですけど、自然由来でできてるので、砂糖よりも少量で甘さを感じられるのと、あとはこう低GI っていって血糖値を上げにくい甘味料なので、これも体に、料理でも私白い砂糖は買ってなくて、すべて普通の料理でもこちら使っています。そして小麦粉代わりにこちらのコーンスターチを使います。これコーンスターチじゃなくてくず粉でもいいと思います。ない場合は小麦粉でももちろん大丈夫なんですけども、今回はねこのコーンスターチを使っていきたいと思います。コーンスターチなのでやっぱりこうコーンですよね、トウモロコシ由来のデンプンです。はい、そしたらこちらで作っていきたいと思います。はい、それでは作っていきましょう。まず最初にオートミールを 50g 量ります。この後このオートミールをミキサーにかけて粉砕していきます。今回このクッキーの美味しいポイントがですね、このように粉砕したオートミールとそのままのオートミールをミックスして作っていることなんですね。そうすることで歯ごたえがザクザクと面白い歯ごたえになって、よりこう噛み応えだったりとか味の食感の楽しさを感じられるクッキーになります。はい、そしたら蓋をしてミキサーにセットします。これは私がよくスムージーとか作るときに使っているミキサーで、すごくコンパクトでね、手軽にできるのでおすすめです。はい、こう上から矢印の方向に合わせてセットしてひねるだけ、こんな感じです。この秒数によって細かさが変わってくるんですけど、今回は3回ぐらい、はい、ひねるだけでこんな感じの、もうパウダー状ぐらいですかね、細かいオートミールになりました。そしたらボウルに粉砕したオートミールを入れていきます。そしてここに事前にね測っていた 50g のオートミールを入れていきます。これは何も手が加われていないオートミールなので粒が大きいです。はい、そしたらここにコーンスターチを 50g 入れていきます。コーンスターチがない場合はくず粉だったり片栗粉だったり、他のものでもね代用できるので、皆さん好きなものを選んでみてください。
そしたらここでアルミフリーのベーキングパウダーを入れていきます。ベーキングパウダーは 3g ですね。すごく少量なんですけれども、これを入れることでこうお菓子がふっくら膨張してくれる役割になっています。そしたらここにお塩を少々まぶしていきます。これはうちで使っているお塩の入れ物なんですけど、ひねることでねパラパラとお塩が落ちてくるものになります。ここまで見ていただくと分かると思うんですけど、今回のクッキー作りの材料の中でもまずは粉物系を最初に入れてしっかりと混ぜ合わせていきます。後ほどね液体系を入れていくので、まずはねこうはかりで測りながらしっかりと土台を固めていくようなイメージで作っていくといいかなと思っています。はい、そしたら液体系を入れていきます。私が使うのはアルプロのオーツミルクです。他の銘柄でもいいですし、牛乳だったり豆乳だったりアーモンドミルクだったり、お好きなミルクでぜひ入れてみてください。今回オーツミルクは 50g 測って入れていきます。ちょっとオーバーしましたね。でもオーツミルクは後でね粘り気が足りなかったりするときに追加で入れたりしても全然いいので、ちょっと多い分には問題ありません。そしてお次に入れるのがアガベシロップです。これは冒頭でもお話ししましたが、砂糖の代わりになるものですね。甘さがしっかりあるのに DGI 血糖値を上げにくい甘味料なので体にも優しいです。こちらはだいぶオーバーしましたね。 15g の予定だったんですけど 19g 入っております。甘味もね甘さがちょっと強まるっていう意味なので、多すぎてもまあ問題はありません。お好みで皆さんも足し引きしてみてください。そしてココナッツオイルを入れていきます。ココナッツオイルは私はブラウンシュガーファーストっていうブランドのをよく使うんですけれども、ここはねすごく健康にも配慮されたナチュラルなココナッツを凝縮させて作ったココナッツオイルです。瓶に入っていて冬場だとすごく固まってしまって混ぜにくいので、一旦ボウルに入れて後ほどチンして溶かしていきます。ココナッツオイルは 30g 入れていきます。バターの代わりに今回はこのココナッツオイルを使っています。ココナッツなので植物性由来ですね。溶かしてきました。こんな感じでもう透明になります。固まっているのをちょっとこう溶かして、そしたらこの液体を先ほどオーツミルクだったりアガベシロップを入れたボウルに移していきます。はい、そしたら液体系もすべて入れ終わったので、これでミックスしていきます。しっかりと混ぜ合わせていきましょう。混ぜていく中でちょっとポロポロするなとか、こう混ぜ合わせにくいなっていう時はオーツミルクを入れてあげてください。ミルクを入れることでねちょっと伸びが良くなって、あの粘り気がよりこう緩和されるかなと思うので、後でクッキーを成形する時も形を整えやすくなります。しっかり混ざったなと思ったら一旦これは置いておきます。そして次にチョコレートを切っていきましょう。今回使うのはチョコレート効果カカオ 72% のものです。4粒でだいたい 20g ですね。これは甘さのお好みによって数増やしたり減らしたりしてみてください。そしてこのまま入れるよりはこう包丁でね細かく刻んで入れていくんですけれども、私の場合はこうクッキーにまんべんなくチョコが入ってると嬉しいので結構小さめに砕いてます。お好みによってもう少し大きい方が食べやすいなとか好きだなっていうのは調整してみてください。そしたら先ほどのボウルにチョコレートを加えてもう一度ミックスしていきます。こう見てるとちょっと生地がねまとまりにくい感じがあったので、この後オーツミルクを少し加えました。そうすることで生地がかなりね粘着力が復活して混ぜやすくなりました。気温だったりとかその時の素材の状態によってたまにねこういう風になってしまうんですけども、オーツミルクを加えることで復活してくれるのでご安心ください。はい、そしたらいよいよ形を作っていきます。まずはねこんな感じで取ったらコロコロ手のひらで転がして丸くして天板で潰すっていう感じです。この時なるべく薄くしてあげると噛み応えがサクッとしたクッキーに出来上がります。
はい、そしたらどんどん作っていきますね。いつも私はこんな感じで適当に生地取っておいたら、それを最後まで繰り返します。そして最後ボウルの中に中途半端な生地が余っちゃうので、その生地を全体に分配していって、なるべく均等な大きさのクッキーができるようにしています。今はね、こんな感じで俵型なんですけども、後で手のひらで潰していきます。今大きさいびつなんですけれども、ここからちぎったりして調整して潰して、こんな感じ。はい、こんな感じで薄く伸ばした生地が8個できました。はい、この後予熱していた180度のオーブンで20分間焼いていきます。そして出来上がったのがこちら、じゃーん、いい感じのきつね色でこんがり焼けております。焼いた直後は網とかに、敷いてあげて、風通しのいいところで冷ましてあげましょう。はい、クッキーできました。こんな感じです。じゃーん、こんな感じ、めっちゃ薄めに成形してます。潰すことによってサクサク感がね、こう増して出てくるので、薄く薄く作ってます。で、今回はチョコチップを混ぜたんですけど、例えばナッツとか、あとクランベリー、ドライクランベリーとか、あとはバナナとか、こういろいろ味変してみてもすごい美味しいと思うので、ぜひやってみてください。ではいただきます。美味しいです。やっぱザクザク感がたまらないですね。オートミールならではのザクザク感、粉砕したオートミールとそのままにしたオートミール2種類入ってるので、歯ごたえがすごくいいです。皆さんもぜひ作ってみてください。そしてね、おやつだったりとか、あとはちょっとした出かける時の間食帰りとかにもできるかなと思うので、ぜひぜひ作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。